はい、こんにちは、マロです。どうも皆さんご無沙汰しております。ちょっとね、別の仕事が忙しかったのと、体調不良とかもあってね、ちょっと動画が長らくアップできてませんでした。まあ、世の中からね、僕がいなくなったところで何も変わらないんですけどねまあそんなことはですね、どうでもよくて、皆さん今日は何の日かご存知でしょうか。そう、なんとですね、我ら YouTuber の強い味方 Amazon のですね、プライム感謝セール開始日でございます。もうすでにですね、本日の深夜0時から開始になっております。まあ、7月にですね、プライムデーセールがあったばかりなんですが、今年はですね、プライム感謝祭という、これまたね、プライムデーセールに匹敵するような、大安売りが行われております。まあ、安くなるだけじゃなくですね、条件を満たすと、まあ、最大 12% のポイント還元などもあって、まあ、普段のセールよりもだいぶね、お得に欲しいものがゲットできるチャンスでございます。もう乗るしかないでしょう、このビッグウェーブに。というわけで今回はですね、僕がこれお得だなと思っている製品、そして実際に使っていてこれいいよっていう製品をですね、まとめて紹介していきたいと思います。まず Fire TV スティック、まあ、Amazon のセールということで、例のごとくですね、 Amazon の製品が非常にお得になってます。これも結構でかいね、値引き半額以下になってますので、ほんとプライムデーセール並みに。まあ、残念ながら 4K 対応のモデルではないんですけどね。でも気軽にコンテンツを楽しむんだったら、ほんとお小遣い程度で購入できるので、まあ、かなりねお得じゃないかなと思います。ちなみに 4K モデルは新モデルが出るせいか、今回は値引き対象になっておりません。あとこれですね、 Kindle Scribe、まあ、これもですね、本を読むだけじゃなく書き込めるタイプの Amazon デバイス、まあ、かなり新しいモデルなんですが、8000円引きとプライムデーセール並みにお得に購入することができます。まあ、正直 iPad 使っていたらいるのかっていう感じはしますけどね。ただ PDF なんかもね、管理できるので、意外とね、そういうのの専用デバイスみたいなのを持っておくと、何でもかんでもできるデバイスと違って気が散らないので、案外ね、作業に集中できるっていうメリットがあるんじゃないかなと思います。まあ、書くこと必要ないよっていう方はこちらの Kindle OS、 これもねお安くなってます。これね、お風呂で使えるほど耐水性能も高いので、僕も愛用してます。でブルーライト使用してないので、睡眠の邪魔にもなりにくいというね、まあ、これでいつもトラブルを呼んでます。マイクロ USB で充電するので、個人的にはそこがネックですけどね。そして僕が愛用しているワイヤレスイヤホン、モメンタムトゥルーワイヤレス3、これめちゃくちゃでかいよ。1万円以上安くなってる。プライムデーセール以上。これいいよね。今でも全然トップクラスの最新のワイヤレスイヤホンに引け取らない音質ですよ。しかもですよ、BTD600 っていうね、Bluetooth レシーバーと組み合わせると、iPhone15 が USB-C になったじゃないですか。だから iPhone でも AptX アダプティブサウンドを体験することができるようになりました。まあ、BTD600 とセットのモデルも安くなっているので、 iPhone でも最高のサウンド楽しみたいぜっていう人にとってはかなりベストな組み合わせだと思います。今年僕ね、あんまりねワイヤレスイヤホンを購入してなくて、ただ気になる製品は視聴しに行ったりはしてるんですよ。全然負けてないよ、このモメンタム。そして同じくゼンハイザーの有線イヤホン IE200、ロック系のサウンドというよりは結構フラットな傾向の音質なんですが、 IE300 とかよりボーカルなんかはすごく聞きやすいし、楽しめるような定義も備えてるんですね。有線イヤホンでいいのないかなと思ってる方にはおすすめの一本です。できればね、この有線ヘッドホンの HD660S2、 これセールになってたらめちゃくちゃ熱いんだけどね。これほんといいのよ、今一番気に入っている有線ヘッドホンですね。ちょっといいアンプとか、そのポータブルオーディオデバイスとか持ってる人はぜひ試してみてほしいね。そして僕も愛用しているロジクールのトラックボールマウス MX-ELGO、 これちょっといいやつなんですけど、角度とかも変えられるしね。これもね、円安の影響で結構高くなってるんですけど、今回かなりね値引きされてます。それでも1万円超えてはいますけどね。でももうね、トラックボールマウスは手放せないね。もう動画編集はこれがめっちゃ楽。トラッキングしなくていいので、ソファーでも布団の上でもどこでも使えるしね。ただ発売からねかなり時間が経ちますので、マイクロ USB での充電が個人的にはめんどくさい。もっと気軽に使いたい人はこちらの M575S、これもね4000円台といつもより値引き率かなり高いです。まあ、そんなにこだわりなければこちらの方でも便利は全然使えます。僕はどっしりしてる方が好きなので、 MX エルゴの方が使いやすいですけどね。そして個人的にね、購入して今使ってるのがこちらのゲームサー T4 Pro コントローラーです。僕 iPhone15 Pro Max を購入しまして、まあ、久しぶりにねでかい画面の iPhone 購入したんですけど、ちょっとねゲームしようと思ってね、で原神っていうゲームをね今ちょこちょこやってるんですけど、僕スマホゲーム今まで全然やってこなくて、だからディスプレイでの操作っていうのが本当難しいんですよ。でいろいろ探したんですけど、これがコスパがいいし、まあ使いやすいと。スマホのホルダーもついているので、こうやってねコントローラーに取り付けて使用することができます。でね、このコントローラー何がいいのかっていうと、背面にボタンがあるんですけど、これに好きなボタンを割り振れるんですよ。でここがめちゃくちゃいいんですけど、この本体だけでボタンを登録することができるんです。
アプリとかソフトウェア必要ないんですよ。だからスマホなんかでも好きなボタンをすぐ登録して使用することができるんです。それがすごい気に入っててね、めちゃくちゃプレイしやすくなりました。これはねマジでおすすめです。そして iPhone 15 Pro Max 用のガラスフィルムといえばやっぱりね2万層。ただ今回15 Pro Max はね今までよりもちょっと高額かなと思ったんですけど、まあ、今回ね、セールで安くなってます。貼りやすい、コーティングしっかりしてる、コスパいいという理由で僕はずっと愛用してます。もうこれ選んどけとりあえず間違いないね。そしてモバイルバッテリー、CIO のケーブル内蔵モバイルバッテリーですね。まあ無事 iPhone も USB-C になりましたので、こういった USB-C ケーブル内蔵バッテリーも安心して使えるようになりました。意外とねケーブル抜き差しして使うのめんどくさいんですよ。スマホメインに使うんだったらこういった内蔵されたモバイルバッテリーがあってもいいと思います。めちゃくちゃ使いやすいと思う。容量も1万と結構でかいです。プロマックスでも全然安心ですね。まあ、CIO も今日本ではアンカーに次ぐくらいね人気のこういったガジェットメーカーになりつつあります。確か日本のブランドだし、まあ安心感もあるよね。あとはですね、細々したものなんですけど、マムートのキャップ、これ僕ねすっごい気に入ってて、まあ知ってる人はね知ってるブランドなんですけど、その周りの知人だとか街中歩いていても他の人と被りにくいし、質感もすごくいいので夏場ランニングにすごく重宝しました。派手でもないですし、いろんなファッションにも合わせやすいですしね。でランニング以外でも髪の毛セットするのめんどくせえときはもうほぼこれ被ってます。僕が買った時には5000円弱くらいだったんですけど、今かなり安くなってます。あとねスポーツサングラス、これはね別にこだわりがあって選んだわけじゃなくて、コスパのいいのないかなと思って購入したんですけど、めっちゃいいわ。ランニングの時ってその帽子被ってても結構日光がねストレスになるのよ。疲れ切ってゴロンとね寝転がることがあるんですけど、その時眩しかったら意外とストレスなんよね。サングラスね僕普段使わないんだけど、こんなに日光気にならなくなるんだってびっくりした。ランニングもめっちゃ楽になるよ。でつけ心地もね全然悪くないし、むしろ軽快なので今かなり気に入って使ってます。コスパいいしね。でこれもね気に入って使っているバルクオームの洗顔フォーム、これもセールとはいえ値引き率高くないんですが安くなってます。この洗顔剤はねこれからの時期めちゃくちゃいいです。これから乾燥していくシーズンなんですけど、これね洗った後ほんと突っ張らない、カサカサしにくい。もうね普通にドラッグストアとかで売ってる洗顔剤使えなくなった。高いけど冬場のストレス全然違うよ。これも個人的にはめちゃくちゃおすすめです。で Amazon 限定のバスタオルボリュームリッチ、これ結構ねいつも安くなっていて評判もいいから買ってみたんですけど、いいわこれ。僕もねバスタオル何回か買い替えてるんですけど、今まで買ったバスタオルよりかなりふわふわ感長持ちで、髪の毛とかの水の吸収といいますか、この吸い取り具合も良くて、ただふわふわしてるだけじゃないんですよ。水分の吸収もかなりしっかりしてます。品質かなり良かった。もう数ヶ月使っていて、僕そんな丁寧にね洗ったり干したりはしないんですけど、普通だったり安物って結構すぐにふわふわしなくなるんだよ、硬くなっちゃうんですよ。ただこれはですね未だにしっとりしてますし、今まで使ったタオルの中で一番ふわふわ感長持ちです。期待してなかったけどめっちゃ良かったな。まあそんなこともあってですね、フェイスタオルも全部これに変えました。あとはこちらですね、某仙台系 YouTuber 元プロギンタカーも愛用しているたこ焼き器スーパーエンタコ、これね僕も使ってましてセールでかなり安くなってます。僕買った時は普通にね7800円くらいしたかな。これね岩谷のガスボンベで使用するタイプなんですけど、やっぱりねたこ焼き器直火だよ、電気ダメよ、火じゃないとね。カリッと香ばしく中はトロトロっとした感じは直火じゃないと出せないよ。大阪人としてそこはもう譲れんね。ボンベなんでどこでも使えるし、自宅で美味しいたこ焼きを作るんだったらこれがベストバイです。いやー今日たこ焼きにしようかな。というわけでね、ガジェットから実際に使っている日用品まで、僕がいいと思っているものをね、紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。今回ね期間短くて15日の23時59分までとなっております。っていうかさ、来月ブラックフライデーセールとかサイバーマンデーセールあるのに、こんなビッグセールしていいんすかね。でもプライムの名を冠してるので、一部製品はね絶対ブラックフライデーとかよりも安いと思いますよ。まあ期間が短いのでぜひね、狙ってる製品をお得にゲットしてみてください。またこんなええもんありますよっていう製品がございましたら、ぜひコメント欄で皆さんでシェアしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画には遊びに来てください。バイオッツ。